あと打ち上げ祭り、私は参加できないんだけど打ち上げ祭りもあったり、いろいろ YouTube 載ってるやつとか再販も始まって、今日さ、私もいろいろあってさ、ちょっと追いついてないんですよね、全然。ちょっと、なんとか、何個かまとめたやつをさ、メールでさっき送ったんですけど。でも一番重大は、やっぱり、アーシャとスペイベかなぁ。アイタカさん。待機、ありがとう。リオさん。なんだこりゃ、マシュマロ？ありがとう。ヒラリハトさん、たやき、ありがとう。そう、愛称ね、公開されたの。バーベキュー申し込もうかな。え、ぜひ、スペイベ今回さ、バーベキューでした。嬉しい。バーベキュー、まさかの。バーベキュー、え、バーベキューさ、絶対楽しいよ。今からもう、楽しい、岸か専門バーベキュー。スペイベのバーベキュー。絶対楽しいよね。めっちゃ楽しみ。絶対楽しいよね。だって一緒にお肉焼くんでしょ？焼いて食べるんだよ。もうそんなの、あれじゃん。あれじゃんね。そんなのもう青春だよ、青春。アズミンとの青春でしかない。それはもうみんな、そう。大青春ですよ、夏にみんなでバーベキューなんて。カズくん、たい焼き、ありがとう。STUNCH なぜリップロールを、え、なんかさ、いや、あれね、ちょっとなんかね、全部出てから、なんかね、全部、特典映像なんですけど、STUNCH、ちょっとさ、全部見てほしいんですけど、あれ、なんかね、そういう、それぞれのメンバーの特徴みたいなのを反映させて、あれ、一応台本があるんですよ。で、私も送られてきてびっくりよ。そう、STUNCHのやつ。アルバムに入る特別のなんか、アルバム限定の映像みたいなやつなんですけど、メンバーと遊園地デートをしてる、なんか、シミュレーションできるみたいな感じの映像のやつで。私も、なんか、じゃあ、あずみんはこんな感じですっていう台本来てびっくり。急にリップロールをするって書いてあって、何これ私もびっくりです。リップロール。それ、リップロールしてるから。ちょっとね、結構ね、面白いから見て、あれ楽しみにしててほしい。クックさん、たやき。エチリさん、たやき。ありがとう。ムムキツさん、ハートありがとう。キャロトさん、マシュマロ。ありがとう。プータさん、たやき。マザーマスさん、ハート。プータさん、たやき。セキさん、たやき。ありがとう。ね、今日告知大量にあったね。全部嬉しい。大変。やちんさん、ハートありがとう。くまねぽんさん、たやき、ありがとう。そう、ブルルルルル。こうすけさん、たやき、くまねぽんさん、マシュマロ、ありがとう。チップス聞いたよって。え、そう、ラジオ。だし、そう、なんかね、今日、明日か6月11。だから、ん？今日か。私が告知したやつ。とかの全部インタビュー系いろいろね、多分ね、明日明後日とまたこれこれインタビューしてもらいましたみたいな、いろんな告知をねするかもしれないんですけど、そんな感じでなんかこうラジオのにちょっとコメントで出てるとか、インタビューしてもらったやつがあるとか、取材があるみたいなの結構していただいたので、それの告知がねドドドドンと来るかもしれないから、私も出たら全部告知します。なので全部見たり聞いたりして、読んだりしてもらえたら嬉しいです。そう、いっぱいあるんだけど全部追いかけてほしい。ナポリンさん、たやきありがとう。地獄アレさん、かわいい、ありがとう。スペイベ当たったら心臓止まるかも。一緒に焼肉ね。やばいよね、一緒に焼肉。めっちゃ楽しみ。ぜひ、スペイベみんな、当ててください。一緒に焼肉しよう。来てほしい、焼肉じゅうじゅう、一緒にしに。たくあんさん、たやき。しんちさん、たやき。しずかさん、ハート。ありがとう。たぷりんさん、たやき。ありがとう。しんちさん、たやき。ヘンダーソーさん、ハート。ありがとう。ありがとう。え、よかった？よしさん、ハート、ありがとう。
外でやるっぽいよね。え、一緒に来て、え、来てよ。やろうよ。やろうよ。やりたい、私もバーベキュー。私が焼肉奉行？いや、私は食べる専門私は食べる専門。バンジャラモンスターさん、ハートありがとう。タカピ99さん、ハートありがとう。ねえ、カギさん、たやきありがとう。ハートもありがとう。ひらすみさん、たやきありがとう。再販7月の子ポチッチも当たって、え、嬉しいありがとう、ありがとうね、てるみさんありがとう、大好き、嬉しいです。楽しみ、いっぱい話そうね。織姫あずみんだから、この日ちょっと楽しみにしてて。あずみん、織姫あずみんちゃん、こんばんは。かぎさん、だるまさんありがとう。りんくん、たやきありがとう。そう、収録されてるやつ、ST 遊園地。コウスケさん、たやき。やちんさん、たやき。かんすけさん、ハート、ありがとう。え、個別ね、個別撮影会もね、いいよね。しみこうさん、たやき、ありがとう。こんばんは。ひりやすみさん、たやき、ありがとう。こんばんは。そう、え、そうそう、タワレコに、そう、タワレコに、あれなんですよ、パルコのタワレコに、SF48 のこれまでの衣装が、なんとて、展示されるんです。それもね、今日告知された。ヨシゾンビさん、たやき、ありがとう。オレンジさん、たやき、ありがとう。ヒゲメガネさん、たやき、ありがとう。あずみって広島のリリーベア参加だっけ？参加だよ？うん。6月12日は、います、あずみん。います。で、初めての握手会ですめっちゃ楽しみ、握手会。にぎにぎ。みんなとのにぎにぎ会。やっとにぎにぎです。12日が。あさってかな？広島に帰れます。楽しみだね。来てくれる人。来てくれる。なんかね、グループ握手会なんですけど、グループ握手会の後にまとめ出しっていうのもあって、一番最後のまとめ出しは、あずみん個人と1対1の本当にグループじゃなくて握手、自分だけと握手ができるっていうのが、その一番最後にあるらしくって、それがまとめ出しで、あずみんとだけとこう、にぎにぎ最後にできるので、6月12日の日、ぜひね、そう、あずみんと、アスミントだけ、アスミント、握手をするんだって。アスミントいっぱいニキニキするんだって。そう。方はまとめ出しで来てください。まとめ出しでも来てほしいです。ヘリアスミさん、だるまさん、ありがとう。来れないの？悲しい。ティリベ来れないの？予定があるの？え、お手紙を書こうって決心つけ、え、本当に？お手紙送ってほしい。嬉しい。待ってるね。あ、チェキ届きそう、みんな。え、そうだよ、渋谷の HMV も、あれよね。あれよ、この前さ、告知したやつだよね。始まります。あれですよ。先着のやつが。明日か ?6 月11日だから。明日じゃない？明日、渋谷の HMV とタワレコのやつ。明日です、明日。ヤスさん、たやきありがとう。夢向けさん、たやきありがとう。あつやくん、ハート、ありがとう。6月12日、広島駅。6月12日は、広島駅の南口の地下広場で、6時半から、スペイベあります。ステージは観覧無料で、その後、握手会もあって、あずみんと握手できるから、ぜひ、なんか、予定が空いてて、来れそうだよって方は、来てください。
ね、まとめだし、おすすめ。ななちゃん、ハート、ありがとう。平日じゃけど。昼休みさん、だるまさん、ありがとう。え、握手に行けなくて悲しいって。握手したかった。握手したかったよ。一輝さん、たやき、ありがとう。リリーベアスミンの参加する広島メヒンも行けんから川崎行こうかなって。ダメ。ダメだよ、アスミンいないじゃん、川崎。なんでよ、アスミンがいる。アスミン、アスミンと握手できないの？アスミンと握手せずに他の子と握手するの？こんばんは。ソーダさん、ハート、ありがとう。あ、動画ありがとうございましたって。嬉しい。お、愛媛の方行きますって。え？嬉しい、待ってるね、愛媛。7月。そんな楽しみだね。楽しみ。ちょっと緊張するな、でも私。握手って思うと。グループアクに参加したらまとめ出しにも参加できるんかな？それとまとめ出しのみもか？え、どうなんだろう？グループアクシュ。え、参加できるんじゃないんかな？え、できないのかな？まとめ出しのみでもかです。うん。かだと思うよ。どうなんだろう。え、まとめ出しのみもか。かです。だったら、そう。あずみんと握手できるのに変わりはないのでね。そう。明日の夜か。夜がね、いっぱい HMV さんと、タワレコさんとね、フラゲビー？フラインゲート？コウスケさん、待機、ありがとう、こんばんは。とちゃまやさん、大輝、ありがとう。けいせつさん、だるまさん、ありがとう。りおさん、あじさい、ありがとう。こうすけさん、音符、ありがとう。ひげめがねさん、レインボースター、ありがとう。くるくる託すれば、実質あずみ託したようなもんでしょうね。じゃない。全然違う。あずみん託ししなきゃダメ。るかやまつさん、大輝、ありがとう。あずみん、川崎来てくれて、行きたかった。いるんだけどね、こっちには。川崎の、そのね、やってる時には全然関東にいる、関東っていうか東京にいるんですけど、舞台のあれで。東京にはいるが。そうね、参加ね。多分、舞台の関係で、レッスンとかにも参加できないっていうのを考慮してもらっての7月の愛媛だと思う。川崎ね、行きたかった私も。川崎行けるよって方やっぱ多いね。神奈川。ニコライさん、ハートありがとう。ケセンちゃん、たやき、ありがとう。あ、特典券があれば、グループ握手会まとめ出しも両方ともいけますよ、だって。だって、だって。初めてあずみと同じように即握手、緊張します。え、確かに初めましてで握手ってちょっと緊張するね。でもさ、あれだよ。一生記憶に残るよ、だって。初めましてが握手でしょ？もう忘れられない。忘れないられない、初めましてに、しちゃおうよ。あ、チェキ届く？やはやはさん、たやき、ありがとう。やはやはさん、ハート、ありがとう。ひろっちさん、たやき、ありがとう。アンディさん、たやき、ありがとう。こんばんは。ワイプで出演、どういうこと？どこにワイプが出るん？あ、いけちゃんと一緒にオープニングアクト出た。やばいじゃろ。そんな、誰ってなるよ、多分。誰とはならんか。誰とはならんけど、そんな、もう、いけちゃうんだけ。いけちゃうんだけを見せてくれって。多分なっちゃう。あずちゃんはいらないよって。すごいよね、でも。いけちゃんって、もう、池田ゆら、じゃないもんね。っていうの、池田ゆらじゃなくて。いけちゃんとして、なんだろう、自分たちのリリーベのオープニングアクトでイケちゃんって言ってのでオープニングアクトするのがすごいなと思います。やっぱり知名度、イケちゃんさんのかっこいい。本当にコウスケさん、たい焼き、ありがとう。私もアズミンで知名度上げてこう。アズミンで知名度上げていきたい。
なあちゃんハートありがとう。こんばんは。かえてさんたい焼きありがとう。あとお話し会も再販中です。今回のお話し会で7月7日の再販がお話し会の受付がラストになっちゃいます。あっちゅうまや。ラスト全部ラストあっちゅうま。7月7日ラストでも今回のガストをゲットできなくなっちゃうので、ぜひ7月7日お待ちしてます。お話し会来てください。オンラインお話し会です。7月7日はオンラインお話し会。なしさんお疲れありがとう。そう、七夕の日なので織姫あずみになります。織姫民。そう、ちょっと可愛くなっちゃいます。織姫、お姫様みたいに織姫みたいに可愛くなっちゃう予定です。あずみも反復よく食べしないと確かに。でも反復よく食べたと同じになっちゃうから、何がいいかな。立ち幅跳びとかしようか私めっちゃ立ち幅跳び得意だったんですが、学生の時立ち幅跳びめっちゃ飛べるの私。立ち幅跳び。ぬしさんたい焼きありがとう。え、学校でしての復帰活動頑張ってます。周り続々と聞いてくれて、え、マジで？そういうのめっちゃ嬉しい。うん、ありがとうね。いっぱい広めて、広めて、たくさん聞いて、たくさん聞いて。え、欲しいよ。ちょうどアルバム発売時期だし、おすすめだよって。あずみんもおすすめだよって言っといてあずみんも、そんなか、あずみんっていうメンバーもおすすめだよって。嬉しい、ありがとうね。嬉しい、嬉しい。みんなで友達と一緒に来てね、今度。もし、よかったら、現場。7日集めるので、え、楽しみ、マジで。幕張でね。幕張で会えない分。7日ね。7日いっぱい話そう。そう、愛媛の翌日。そうそうそう、愛媛のリリーベの次の日です。え、誕生日近い。え、それは、誕生日お祝いしたいから、会いに来てください。誕生日お祝いしたい、それは。ちゃんと来てね。当たったらちゃんと行けよって。昼休みさん、レインボースター。ありがとう。お、リアルに申し込み、あ、ありがとう。オンラインもぜひ。嬉しい。大阪までね。12月だから。言うてまだ先やったからね。今向けてさん、だるまさんありがとう。ケンシティンさん、たい焼き。ありがとう。こんばんは。ぬしーさん、白い花、ありがとう。立ち幅跳び、助走ないやつ。うん、多分、なんかめっちゃ2メートルぐらい跳べる。あ、嘘かも。立ち幅跳びじゃないかも。助走あるやつかも。助走あるやつだったら2メートル近く跳べるんです。記憶が正しければ。めっちゃ跳べる、跳べた。めっちゃね、多分ね、ちっちゃいから、走り幅跳びだ。走り幅跳び。2メートルぐらい飛べる。記憶です。うん。記憶上。そう。え？違うんかな？え、そんなにすごくない？あ、じゃあ立ち幅跳びかもしれん。え、なんかでも、すごかったんよ。すごかった記憶。なんか、点数良かった。立ち幅跳びか走り幅跳びかなんかジャンプするやつ。あ、走り幅跳びで2メートル短い？じゃあ立ち幅跳びかも。じゃあ立ち幅跳びじゃわ。じゃあ立ち幅跳びかもしれん。立ち幅跳びで2メートルだわ。ぐらい。なんかね、点数、それだけ異様に。立ち幅跳びの点数めっちゃ良かった。体力テスト、小学生の時。だから、私得意なんだって思ったイメージがある。形成人さん、だるまさん、ありがとう。そう、7月7日受付最後です。ね、お話し会始まる。今月末からやっと、やっとやっとです。
で、今回のお話し会さ、月に1回のペースでしかお話し会ないんですよ。7月はもう7日しかないから、結構ペース的にすごく空いちゃうので、だからね、こう、たくさん、寂しくならないようにたくさん、話しに来てくれたら嬉しいなと思います。月1ペースなんですよね。そうそう、後悔しちゃう。今向きつなだるまさん、ありがとう。運動神経は多分悪くはない、なかった、学生の時。それなりにできちゃうみたいな人でした。そうなの、それなりにできちゃう。でも握力だけが、手の力だけがなくって、だから体力テストもなんかこう割とこういい感じにこう全部こう綺麗な形してるんだけど、手の力がないから、ハンドボール投げと握力だけがめっちゃ点数低くって、手の、そのハンドボール投げた握力のところだけピョンってなんか、すごい内側にピョンってなって、他はなんかいい感じに、なんかと、いいけど、みたいな。すごくいびつ、ここだけが。握力ないの。手の力がないんですよね。みきゃくハートありがとう。みやこつお疲れ。ありがとう。まじさん、たやき。ありがとう。そう、取っとかないとね。後悔しちゃう。その分、公演変化で、え公演の量ね、なんとかしたいですよね、やっぱり。8周年、8年目の STU。公演ね。私もね、もっとやりたい公演。なんかね、どうなるんだろう、どうなってくんだろう、わからないんですだよね。どうなっていくんだろうっていうのが。なんかね、なんか今もだって、現状の公演がさ、やっぱりあの4月春に先輩方の卒業がこう重なって、卒業公演とかがあった分、生誕祭がこう今、生誕祭がこう今ギュギュッと重なってる感じじゃん。そこでできなかった生誕祭も含めてギュギュッて重なってる感じだから、生誕祭しかやってないんですよね、公演をね。ツアーがあったじゃあったからあれですけど、ツアー終わって7月も生誕祭だけじゃだけだからね、なんかねどんな形になってくんのか全然私も分からんけど、なんかどうにかね、どうにかしようって思います。とってもどうにかしようって思う。8月イベント多いかも。舞台楽しみすぎるって嬉しい。ビルに当たって初注意とかあるかな。え、初注意はないかも。ペンライトとかはダメ。え、どうなんだ、うちはダメかな。でも舞台だもんね。コールはダメダメ、知ってるよねやる人いないよね、絶対。私が出ても、あずみって叫んじゃダメだよ、舞台くらいかな。しょっちゅうい。グレヒロさん、たい焼き、ありがとう。一輝さん、たい焼き、ありがとう。こんばんは。そう、こんばんは。僕たいね。してほしいって。私もね、僕たいまた、もう僕たい好きだったからな。また出たいです。なんか全、僕たいめっちゃ出たい。6月は、私は公演ないかな。それもないかもしれん。7月かなって。もでもスタッフさんと話は多分みんなだと思うけど、
公演もっとしたいですよねっていう話は多分結構してる。うん、どうなるんだ。サンキちゃんね、サンキちゃん、そうなんよ、自分もめっちゃ思うそれ。なんかね、ステージの公演の量ね、難しいよね。難しいけどさ、昇格した4人がいるじゃん。昇格した4人はさ、僕隊にはもう出演、あ、今月に最後？今月末に出演するけど、昇格したメンバーも。あそこが最後になるのかな？どうなんかな？わかんないけど。でも、研究生公演っていう形だから、まあ、自分も、たちも含め、昇格した3期ちゃん4人も出れないじゃん。その、僕隊公演に。ね、で、今、花だれ公演やってるけど、花だれにも参加していくんかしてわかんない感じ？どうなんだろう？参加して、でも今の感じだとそういう感じはないから。だし、まあでも課外活動自体もそんなに今多分人数問題で、そもそもね、ずっとやってないから、一番ね、なんかわかんないけど、私があの4人の立場になると気持ち的にうんってなる気がなっちゃうんじゃないかなと思うから、なんか難しいよね。昇格できたけど、こうだからって言ってその公演に出れる何かが増えるみたいなのがとか、なんかそういうのが確約、なんか絶対わかる絶対としてあるっていう状態じゃないから、なんて言うんだろうな、なんか難しいよね。なんかね、そこがね、わかる？なんかね、なんかだから、そこの差がさ、せっかく頑張ってあのイベントやって昇格できたのに、研究生と正規になったの、ここの差がね、あれ？あんまりない、感じれないなって思うと、よりあんなに頑張ったのにともなるとも思うし。サンキちゃんね、私もそう、なんとか場数ね、でもね、絶対大事ですよね、場数ね。確かに自分たちもだってオープニングアクトみたいな、でもオープニング、そもそもね、公演自体の数が今、今少ないっちゃ少ない現状だから、なんかね、なんか何かか、なんか新しくもう公演を作って、正規は正規で、その昇格した3期はそっちに合流してみたいなをするか、昇格研究生関係なく3期は3期で何かをするとか作ってあげるかみたいなのをなんかした方がいいと、とってもとっても思うので、それもね、何か動いていかなきゃ変わらないので、何かどうにかしていきたいですよねって思いますね。
こんばんは。うん。立場はっきりしないね。難しいよね。結局でもやっぱり、うん。3期生って。でもこの前の、自分は、結構、2.5 期と3期でさ、これまでもずっとツアーも回ったりさ、僕隊やったり、この前のお台場のフェスとかやったりしてたじゃんか。個人的には、あの形でやるのも、すごく好きだなぁとも思うし、なんか、やっぱり 2.5 期の4人だけじゃ、できないこと、3期、なんかその4人、2.5 期の4人と3期、それぞれで生み出せれるいい、なんか強さとか強みが、はあるんだけど、それが一緒になったことで、よりなんか、あ、めっちゃいいものできる、みたいな。めっちゃなんか、いい、塊になってるみたいな。それが一緒になることで、なんかより良くなった。より良く、ステージがより良くなってるみたいな感じること多かったというか、自分は結構 2.5 と3でやるの好きだなって思いながらやってたから、私なんかこう意識的にも、なんだろう。頑張るぞみたいな。なんて言うんかな。なんて言うんかな。やっぱ、グループの中でも、その下の木じゃん。2.5 と3って。このグループの中でも後輩の木で、まあ、これからを作っていくぞみたいな。頑張っていくぞみたいな。これからがやっぱり見える木でもあるから、そういう意識で、なんか下から、こうぐん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 、追い上げて、行くぞみんなでみたいな気持ちで、やったりしてたから、そういうのもね、すごく良かったなーって思うし、なんか、できたら、そういう気持ち絶やさずやりたいなってめっちゃ思うので、でもそういうのはね、話したりしました、スタッフさんと。そう、たら、どうした?名前、そう。頑張りたいですね。サンキちゃんも、一緒に頑張っていきたいです、本当に。みんなで。公園はね、でも増やしたいよね。本当に。こんばんは。化学反応。ほんま?ワードのチョイスやばい。嘘。難しいよね、なんかね、言葉で伝えるのって。相乗効果ね。計画的に今の公演ペースで実現できることもあったから、運営も公演推薦もできる気がするな。あー、現実問題ね。確かに。確かに。確かにね。難しいですよね、多分ね。何かを乗り越えようと思うと多分問題はたくさんあるんだと思う。それをやりたいと思っても、それをやるまでの多分問題、そこにやりたいまで行き着くまでのここがね、結構大変なんだと思うけど、ここが大変だから、じゃあ、やりたい
をいやもう諦めよう断念しようってやってたら多分何も進まないから、何こう頑張りながらもここにたどり着く、ここまで、ここがしんどいけどここを多分いろいろ考えながら頑張んなきゃいけないんだと思う、うん、って思います。そうね、うん、その左手の子が確かに、でもね、この試行錯誤してる時ね、わかる、大変だけど、そのじゃあどうしよう、じゃああれしよう、こうしてみたらってやってる時が楽しいわ。それはでもあると思う、うん、みんなでねいろいろやってる時が、だから今のこの前の8周年コンサートの告知がボーンって出て、そこを8000キャパで目標にってなって、その8000キャパを埋めるっていうのがもうとてつもない、もうこんなにも高い目標でも、でここをそこにその目標を達成させるまでがめっちゃ大変でも、うん、その大変をね乗り越えてる時間は多分後から見たらいいものになると思うから、思うし絶対楽しい気がもする、みんなで乗り越えて、みんなで やるって頑張るってっていう、なんでこんな話になっただけっていう話ですよね。こんばんは。うーん、深い話になった。頑張ります。みんなで頑張ろうだから。うーん。ありがとう。ね。ほんまに？でもなんか、なってからっていうか、キャプテンですって言われてからより考えるようになったんですよ。グループのこととかをめっちゃ考えるようになって、結構、そう、自分の中での一番が、こう、チームとか ST48 グループメンバーみたいなところに、こう自分がそうなるからなって考えるなってから、うん、そうだから、そうなんですよ、なったから今いろいろ考えて今の自分がいるみたいなところはあるよ。でもそう、多分キャプテン言われてなかったらここまでは考えれてなかったと思うから、メンバーでやってて、こんばんはってスイッチ入ってからなってからスイッチめっちゃ入れてたからね。いや本当にそうだよそうだと思うそうポーンってスイッチが押されてヒーってなってよしって、なんか馬力が上がってるって感じです。そうだと思う。自分ここにいるって、本当にそう言ってくれる人が、そう言ってもらえて嬉しい。ここにいようって思えてもらえるように、思えてもらえてて嬉しい。うん、あずみんも、向いてるんかな。全然ね、まとめたりは苦手の方なんですけどね、結構。でも頑張ります。自分、アズミンらしく頑張ります。舞台のちょっとさ、全然話の方向性全然変わる話でもいいですか。こんなにちょっとすごい
かっこいい話、かっこいいっていうか、すごいかっこいい真面目な話をした後なんですが今日さ、お稽古があって舞台のね、舞台のお稽古に行ってきたんですよ。なんか、あの、監督さんと、その、ま、監督さんの助手さんみたいな方と、あの、舞台の稽古終わった後に、こう、あ、あすみちゃんみたいな感じで呼ばれて、こう言ったら、あの、今日、私、舞台の稽古の始めら辺が、広島でのお仕事で参加できなくって、途中参加で、で、今日やったお稽古は、自分がこう参加できなかった部分を、初めて、ちょっと、投資でやってみようみたいな感じだったんですよ。だから、自分が参加できなかったところを、大学の人が、こう、参加してくれてて、その大学の人の、その映像、レッスン映像みたいなのを見ながら、あの、こう、あ、こういう動きするのか、こういう動きするのか、みたいな感じで、頭の中入れて、その今日の、ちょっとした通し稽古みたいなのに臨んだんですけど、その、初めてやるシーン多かったけど、大丈夫だったみたいな感じで、あ、声かけてくださって、で、あ、ありがとうございます、みたいな。大丈夫です、みたいな。その、なんとか、できましたみたいな。大丈夫でしたみたいな話をしてたら、その、監督さんが、あ、監督さんとその方に、そういえば、あずみちゃんって身長何センチなのって聞かれて、148ですって言ったら、148! ってなって、もうあの、初めの、初稽古の時に、入ってきた、よろしくお願いしますって初稽古入ってきた時、その監督さんは私のことを中学生だと思ったらしくて、中学生の子かと思ってって言って。で、今でもなんかその、頑張ってる姿、稽古で頑張ってる姿が、なんかもう娘のように感じちゃってって言って。そう、21歳なんですけど、そんなに、でもそんなんですよ。監督さんは何歳 ?30、40代ぐらいの方なんかな?30 代ぐらいの方なんかなぐらいの方で、あと若い方なんですけど、なんか娘のように。だから今日も、その、初めてやるシーンだったのに、すごい頑張ってて、もう、娘のように感じてしまったよ、みたいな。で、私21ですって言ったんですけど、なんか最後ら辺もその監督さんが、いやもう、なんか中学生だと思ったのかな、私の中学生だけど、いや、すごく頑張ってる、みたいな。で、なんかボスボス言うんですよ。え、私21ですってね。中学生じゃないです、私。っていう話です。そう、監督さんには中学生だと思われてた。うん、で、娘のように。そう、娘なん中学生だと思って、まあでもね、確かに中学生だと思うよね。21ですなんで。みんなに言われます。でも、みんなお姉さんなんですけど、一緒に舞台やる方。何歳なのって。あ、21ですって。21歳なのすごい。なんかもう、めっちゃ可愛がってもらってます。舞台の現場で。そう。やっぱりちっちゃいから。さんが24かな25、私のお姉ちゃんと多分同級生とか、25、あ、4か、あれ同級生じゃないのか、24か54かそう、仲良くなったお姉さん、なんかね、まだね、詳しくはねちょっと言えないんですけど、
詳しくは言えないんだけど、一緒にその役柄的になんかこうペアみたいな、一緒になんかちょっとペアっぽくやるやってなってる、あの役柄の子が、役柄がこうペアなみたいになってるんですよ。私ベルちゃんなんですけど、ゾーイっていう役とこうちょっとペアっぽくなってて、でそのゾーイ役の方が24歳のお姉さんで、その方に一番こういろいろ教えてもらったり、あのして助けてもらってます。そのペアの方と、ペアのお姉さん、にいっぱい助けてもらって、優しいんです本当に、とっても優しくって、もう優しい現場です本当に。本庄さんめっちゃ、え、面白い、私ね横の席です今本庄さん、本庄さん横の席、めっちゃ面白い、今日もお話しして、もうずっと面白かったです、一緒にケタケタ笑ってた今日の日も。ユリあるの？ユリはない、え、ユリはないかな、ユリまではいかないけど、愛って感じです愛って感じかも、ちょっと詳しく言えないけど、ユリはないけど愛はありますって感じ。あとね、今日ね、あのね、盾みたいなの、そんな、剣は、剣まではやらないんですけど、盾のお稽古を初めてやって、もう難しかった、初めての盾でした、初盾でした、うん、初めての盾稽古で、うわー動き方を一個ずつこうやって教えてもらうんですけど、難しくって、うん、そう、でもなんかうわって感じじゃない、役的にはって感じよりかは、はーって感じかも、どっちかというとそう、結構そういうシーンが多め、その舞台の中では、舞台の中で多めだから、私以外の方は結構ジャンジャンジャンパンみたいな感じでやってる方は結構いるんですけど、私ははーって方ですね、どっちかというとはーって方ですちょっとこれ以上は詳しく言えないんですけど、はーって感じの役をやってます。もう見に行きます、楽しみにしてますって、嬉しい、待ってる、頑張るね、本当に頑張る。え、つながり、え、大夫と同じ、え、そうですよね、ちょ、もっと仲良くなりたいです、その共演の皆さん、パンフレットとかあると思うよ。うん、舞台のパンフレットあると思う。そう。聞かれる役。じゃ逆に着る役してほしいかもしれない。確かに衣装がでもリボンいっぱいだったからね。ベルちゃんのイメージ的にはどっちかというとね、急にそんな刃物持って。ちゃんちゃかちゃんちゃか、あの服でやりだしたらそれもそれでなんかギャップ燃えしちゃいそう。うん、シリアス、うん、シリアスですね。こんばんは、まあ楽しみにしててください頑張ります。お、29日の昼より見に行きます、嬉しい、待ってる、ありがとう。休止できるもの全部自分のものにできたら、え、本当に自分のものにしたい、ちょっといっぱい吸収して、いやでも本当にすげーかっこいいってなってることいっぱいで、稽古始まってからも、やこちゃん結婚して、ありがとう、歌い方も全然違うから吸収したいです、いっぱい。
ぱね声量もすごい、うん、舞台されてる方って声量もすごいし、今日その役になりきって歌うっていうのがすごくて、それがね、その役を乗せて歌うっていうのが私はいかにできないんだっていうのをなんか知りました。が表現の部分ですよね。表現が、あ、苦手なんだな本当にと思って、役を乗せて歌うが、うん、すごく難しい、難しいなって感じました。声量もね、声量もつけたいこの期間に。成長して5センチ伸びてる、面白い。大きくなってるかも、一回りぐらい大きくなってるかも。福祉キャスを教えてもらった。舞台あまり見に行ったことないけど気をつけてくることあるって。でもペンライトどうなんかな。ペンライトダメな気がする。でも舞台ペンライト、うちわはありなんかな。ペンライトはダメか、ペンライトダメ、あとコールもダメです。さっきも言ったけど、アズミンって叫んじゃ、ベルちゃんって叫んじゃダメです。ベルちゃんが出てきて、ペンライトもダメか、ペンライトもダメだ、ベルちゃんってだけ。ミチナの舞台見に行きたい。うん、セプトさん、ちょうど末ですよね、ミチュさんの舞台も。ペンライトもダメか、ダメですね、うちわもダメですね。アイドルグッズは基本ダメだ。もうパンフレットを持ってこうやって見てください。しっかりその舞台を感じてください。あ、お見送り、そうだね、お見送りがあるので、お見送りだったらうちわは大丈夫かも。あ、幕張の前日から始まるのか。みちさんの舞台見に行きたい。いいなぁ。ちょうど忙しいのかな、あそこの週が。あ、やばい、くしゃみ。そう、だからせっかく東京にいるから、私さ、AKB さんの劇場もね、行きたくって。今お願いしてるんですよ、マネージャーさんに。AKB さんの劇場、なかなか東京にこんなに入れる機会もないから、タイミング合うたいところで行きたいですって言って、 AKB 劇場、そう、見に行きたいと思って、ちょっと今お願い中です。行きたい、スケジュールとなんとか合わせて行きたいです。そう、舞台とかもね、なんか何個か行きたい舞台あって、でもね、ダメだった、ことごとくチケットがちょっとね取れないのが多くて、東京満喫しようとしてる。してるよ。そう、舞台の空き時間はもう東京満喫しようと思ってる。うん、めっちゃ満喫しようと思ってます。東京いるから、いや、 AKB 劇場は絶対に行きたいから、もうこれはお願いしてる。そう、満喫満喫する予定。そうだね、なんか入れるから、東京の舞台とか。でもね、そうなんよ、行きたかった。なんかね、今あの乃木坂46の奥田いろはさんが出られてるロミオとジュリエットの舞台もめっちゃ行きたくって、6月今やってるんですよ、やってて、6月東京
いるから、よし、東京にと思って、東京でチケット、あるかなと思って見たら、もう全部ダメだった。全部なかったんですよ、もう。大阪、7月の大阪しかもなくて、無念ってなって、だからちょっと7月、まだ7月の予定までわからんのんだけど、マネージャーさんに言って、行けますかねって言って、そのルビーとジュリエット見に行きたいんですよね。ミスさんの舞台見に行きたいな。関係者、でも言ったらなんかね、でもね、多分スケジュールと合わせるのが難しい、大変そう。だからちょっとそれも AKB 劇場、 AKB さんの公演と合わせて言ってみよう。みちょさんの舞台も撮ってもらえるかな、行きたいなね。自分もね、全然わからんのんですよね、どんな風に後半のスケジュールが、舞台の稽古東京行ったら蕎麦のつゆの濃さにびっくりしてくる。私東京行って絶対にやりたいと思ってたことがあってどん兵衛食べたい、どん兵衛食べたいんですよ。そう、どん兵衛を食べようって心に決めてるの。いや、まだ食べてないんですけどね。なんか味が、つゆの味が、出汁が違うって言うじゃん、東と西で。そう、だからもう食べたことなくって、西のどん兵衛しか食べたことないの。東のどん兵衛食べたことなくって。だから、どん兵衛食べようと思って、思ってる。そう。思って、まだ買いに行ってないコンビニまで。コンビニで買って、ちょっと食べたら言うね、みんなに。どん兵衛食べましたって。あ、カワリアの本店もあるんだ。あ、そうなんだ。エビス？ちょっと待って、スクショしとこう。エビス。どん兵衛東も売ってる時あるの？マジ？見たことないかも。意識して見たことないんかな？意識して、なあ、でも多分西しか食べたことない気がする。売ってるんだ。全然売ってないんかと思ってた。濃い？結構濃いの？結構違うんかな、味。どん兵衛。どん兵衛ちょっと楽しみにしてた東京での楽しみ、どん兵衛。北？嘘？何それ？北とかもあるの？北ってどこの何？何になるの？どういう味になるの？北海道って違うの？北海道？どん兵衛北海道も違うの？北海道バージョンがあるの？知らなかった。どんな味になるの？北海道だったら。もっと濃くなるのかな？そう、香りやね。あるの、広島に。2店舗ある。うん。ひげめがねさん。定期、ありがとう。へぇー。西の月。そうなんだ。濃いんだ。どん兵衛食べたくなってきちゃったよ。全然大満足だよ、どん兵衛。なんか食べ比べしたかったよ、ずっと。気になってた。東のどん兵衛食べるの。ちょっと、ひそかに。ね、でもね、別に、今じゃけ、ね、普通にお仕事で何回もホテル、東京来てるから、そのタイミングでもいいんだけどね。つい忘れちゃうんだよね、なんか。そう、お仕事で東京来ても、どん兵衛買って帰るのなんか、忘れちゃうんですよ。今も、つい忘れちゃう。シェイクショックね。シェイクショックも気になる。行ってみたい、シェイクショック。
ハンバーガー屋さんだっけ？東京にしかないんだよ。あと上野のドンレミでしょ？いっぱいあるよ、行きたいところ上野のドンレミ行く、浅草行く、お台場行く。え、全部これ叶えれるかな叶えれん気がするやりたいんだけど、終わりそうだけど、まずどん兵衛食べる、上野のドンレミに行く、浅草行く、お台場行く、シェイクシャック行くあとはシェイクシャック行って、あ、舞台も劇場も行く。あと、あ、地下鉄で10分くらいで行けるんだ。あ、築地も行くやばい、歌って帰りそう。いや、ほんとにやばい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 、満喫しちゃうけど、満喫する分あずみんの体積が大きくなっちゃう気をつけんといけん、マジで。ちょっと、いや、東京タワーも行きたい。あの、スカイツリーも行ったことないんですよ、私、実は。行こうかな、スカイツリー。でも一人でさ、スカイツリーってちょっとさ、なんか寂しくないですか？あ、ピューラランドも行きたい。ピューラランドも行きたい。ディズニーも。ディズニーも行きたい。ディズニー行きたくって。ディズニー行きたくすぎて、でも一人で行くの寂しいからと思って、その時ちょうどお母さんと電話してたんですよ。で、お母さん待つに絶対来るじゃん、家族でさ、来てくれるのに、お母さんに、いや、ちょっとディズニー一緒に行かんってディズニー一緒に行かん、どっかのタイミングでって言ったら、夜ねって言われた。私東京まで行くん私が東京まで行くん、ディズニー月末の、舞台とはまた別に一回東京まで先に来てもらって、ディズニー一緒に行ってで一回帰ってもらって、また月末に家族で来てもらうっていうのを、お母さんに提案したら、何を言おるねって言われました。え、でも沖さんとも今日ね、約束したの、遊びに行きましょうっつって、お稽古の時にご飯食べに行こう、遊びに行きましょうって、沖さんと行きたいな、沖さんと行こうかな、沖さんと。確かに確かにそうだよね。あ、そっか、東京にいる友達、そっか、確かに。かつての友人が、かつて共に頑張ってた友人がね、東京にいるんよ。連絡取ってみようかな。そう。ね。長尾亮さん。イエス。もうね、前に話してて、遊ぼうって言って、連絡してみよう。かつての友人。今も友人。だけど。あの頃、共に頑張った友人。確かに、先輩もいるのか。
暑い一日仕事頑張ります。頑張って頑張って。12日楽しみにしてるよ。12日を楽しみに頑張ろう。と、お互い。カレーさんね。いや、私ね、行きたいんですよね、ステージ。見に行きたいの、とっても。ずっと行きたくって、広島に来るタイミング、毎回なんかね、合わんのよね、予定が。広島来るってタイミング、毎回なんかね、合わんのよ。ああ、合わないってなってる。行きたいんですよね。行きたいものいっぱいある。行きたいものも見たいものもいっぱいあるわ。一回書き出そうかな、メモに。行きたいことありすぎて。バンバン。こんばんは。ね。あ、対バンがあるの ?12 か !12 はダメよ。12はダメよ。ダメよ。東京生活はだいぶ慣れた。そう。だいぶ慣れた。かなぁ。まあでもホテルだからね。言うて。普段お仕事で東京でホテル来てるのとあんまり変わらんけど、感覚的には。でも電車がやばいわ。電車と人混み?人混みがちょっと苦手かもしれん、私って思った今日。結構人混みの電車に揺られて、あ、私ちょっと人混みの電車苦手かもしれんって思っちゃいました。ちょっと満員電車気味だったんですよ、今日の電車。ちょっと無理かもしれんって思っちゃった。あんまりないからね、満員電車、広島って。あんまりない。ぎゅうぎゅう詰めになること。12日リリーベ?広島のリリーベがあるから。そうだよ。12日は。ねえ、満員電車。得意な人いないから、まあそうだよね。それはそうだよね。かなぁ。あと、あと、乗り場が、わからんって。わからんってなりそう。そうそう、南蛮線とかね。え、スイカでも便利。なんかの定期をね探さんでもいいっていう。今までさ定期めっちゃ探しよったんですよ。切符ピッてする前で、あ、定期あれ定期って結構バッグガサガサやっちゃう系女子だったので、あのめちゃ邪魔な人だよね。あの改札の直前でこうやってやっちゃう人だったよ。あ、定期ってやっちゃう人だったから、もう、あ、モバイルスイカしたできた。そう、携帯でピッてできるから探さなくてもいい。ピッてできちゃうのがめっちゃ便利。え、そっか、広島もトーカさんだよね。そうだよね。トーカさん行きたかったなぁ。確かに携帯なくしたら全て終わるわ。確かに肌身離されん。離せれんくなっちゃった。携帯が。逆に。携帯落としたら終わっちゃう。携帯大事。そう。
へえ、品川駅。え、好きなの、なんかさ、ドキドキしてないで。えー、マジ？あいかちゃん。えー、もう次、リリーベの日？リリーベの日？もう、よしよしする、マジで。なんてこったもん。え、あとさ、これも、でもラストラスト、東京話ラストね、これ。電車がさ、長くってさ、長いじゃん。広島の電車ってあんなに長くないんですよ、車両が。の新幹線、え、止まらないの？って速度で走ってる。わかる？そう、何両もあるからさ、止まらないの？え、だって、もしかしてこの電車ここで止まらないの？って思うの。そう。もう、だいたいさ、広島もさ、言うても長くても5両とかじゃない？そう。だから、シューって感じなんですよ。だいたいこう、ホームで待ってたら、シューって感じだけど、もう新幹線並みに止まらない。普通の電車でも、東京。ピューあれ、止まらないの？止まらないの？ミューって感じ。そう。ね、止まらんかと思ったの、私一瞬、今日。え、止まらないの？って思ったら。全然止まりました。長かった。長いだけだった、車両が。15両ね。驚くよね、あれ。初見だと。そう。え、違うよ。広島はないな。重量なんてないです。え、持ってない。マジマジ。本当だよ。本当に。持ってない、これ。本気で、ピューンって通るよ。もう改札っていうか、ホームなのに、ホームなのに、ピューンって。止まらないでしょって勢いで走ってるの、ずっと。え、グリーン車、え、見た、それもびっくりポイント。え、新幹線じゃないのにグリーン車があるのって。なった。しかもなんか2段であって、びっくりしましたもん。えって、何これって。2段って。ないよ、グリーン車、電車でも。ないよ、ないよ。あるの？広島だけないの？愛知にもあるの？あ、そうなの？ないよ、広島ないです。電車で、グリーン車は。そう、2階建ての列車だった。グリーン車。新幹線しかない、グリーン車。多分ね、私の記憶っていうか絶対にないと思う。見たことない、広島で。だからびっくりして。車両の編成が長い。あ、そうそう、車両の編成が長い。15両みたいな感じ。何十、十何とか両ぐらい。そう。こんばんは。ねえ。長いよねっていう都会東京話です。あずみんの初めての東京暮らしのエピソード。あと海外の人も多いなっていう印象ですね。あとなんかすごい人に当たりまくっちゃう。今日もなんか人混み多いところ歩いてたら、私がトロトロしとるんかな。あ、すいません。あ、すいません。当たり屋って言わん。言い方よ。当たり屋じゃ。ぶつかっちゃう？私がぶつかっちゃうのかな？なんか、なんかその、スタスタ歩けれないからさ、こう、地図とか見ながらこうやって歩いたりするから、立ち止まったりするんですよ、多分私が悪い、これは。多分私が悪くって、立ち止まったりしながら、こうやって、
恐る恐る歩いてるから恐る恐る歩いてる私とスタスタ歩いてる東京の人たちにでこうやってあすいませんあすいませんってなっちゃうそう、うん、私がちっちゃいのもあるんかもしれんけど、うん、ちっちゃいのかな私の身長問題これそう立ち止まってキャッシュに寄ろう写真に寄ろう本当にねうんうん戸惑いながら歩いてますいやでも最近多いのマネージャーさんとかによくそうやられますね最近あれあずみんはあれ岡田はあれ岡田さんは後ろにいるのにあれあれとかねあれいるいますよここちっちゃすぎて見えんかったって言われるえっつってでもそのマネージャーさん私とそんなに背変わらないんですよ女のマネージャーさんで150言うてまあでも5とか155とかですよまあね変わるかでもでもさでも155とかですよ見つけてよ見つけてよってなりますそうあれキョロキョロしてるんですよすぐ横にいるのにマウントマウント取ってるのそういじられてるそう155かな多分ね155ぐらいな気がするそういえば握手会手袋なしですね嬉しい手袋ありかと思ってたから手袋なしなの嬉しいねにぎ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 握手会頑張るね頑張ろう火曜日もね頑張りましょうねお充電縛ってるね愛媛気合で握手に来ま、え、待ってるほんまに気合で来て。まずは、12の広島。楽しみにしてるね。じゃあ、壇上読みます。あれ？エラー。あ、そういえば、私、あ、言ったっけな、これ70年の、祭り打ち上げ祭参加できないんですよ寂しい本当に仕方がないけど日程的には千秋楽の日と打ち上げ祭同じ日で寂しいですねでも打ち上げ祭参加できないの誕生日ます13位プータさんありがとう12ヤチリンさんありがとう11ゴリヒロさんありがとう10ミョコちゃんありがとう9位ナポリンさんありがとう8位クマネポーさんありがとう7位ヌシさんありがとう6位カギ37さんありがとう5位昼休みさんありがとう4位ヒゲメガネさんありがとう3位コウスケさんありがとう2位リオさんありがとうそして1位はドゥルル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 ルバンカイトさんありがとうありがとうございまーすあそうモバメに書いたうんね、
そう、その分舞台頑張るし、会いに来てください。え、そう、生誕祭もある。うん、そう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 、ゆきりかさんの生誕祭があって打ち上げ祭かな、そのまんまね。ありがとう、体大事ね。ありがとう、ありがとうございました。明日も頑張ります。みんなも頑張ろうね。えいえいおー、頑張りましょう。じゃあねーねーあずみんで終わりますせーのって言ったら、ねーねーあずみんって言ってください。いきまーす、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。